どうもサッカリンです。今日は浅井健一狂気のシャウト10選をやりたいと思います。ブランキーといえばシャウト、シャウトといえばブランキー、これほど完璧にシャウトできる人っていうのはまずいません。日本有数っていうか、まあ日本ベスト1位の候補には間違いなく入ってくるでしょう。もうそのシャウトは美しささえ感じさせてくれます。日本人って基本的におとなしめでシャウトが苦手な民族だと思うんですけど、その中でこのシャウトは完全に日本人の域を超えてます。ワールドワイドシャウトだと思います。まずは1曲目、僕はヤンキー。もういきなり頭のネジ3本ぐらい外れたようなシャウトです。これぞ狂気の叫びって感じです。これは結構使われる表現なんですけど、喉にディストーション搭載してるっていう最高級のディストーションですね。もうね、とにかくシャウトが太い。日本人がシャウトするとありがちなのが声が細くてなんか金切り声みたいになっちゃうっていう、それはよくあるパターンなんですけど、浅井さんのシャウトはもうとにかく面積が広いっていうか容量がでかい。普通の人のシャウトはか細い線1本って感じなんですけど、それに対して浅井さんのシャウトはもうでっかい丸太で押しつぶしてくるようなシャウトです。どっからこんな声出してんですかね。生粋のロックンローラーにしかできないシャウトです。泥だらけのハイエナが歩くの後ろで叫んでるのは誰なんでしょうか。達也ですかね。達也のシャウトもすごいですね。次は赤いタンバリン。比較的ポップなこの曲でどこでシャウトしてるのかっていうと、ギターソロ前です。ティ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 で多分 BPM5 ぐらい、わかんないですけど、ちょっと遅くなって溜めてからの爆発、ギターソロが発射されます。ギターソロの後ろでもシャウトしてますね。この前浅井健一の世界っていう DJ イベントに行ってきたんですけど、この曲のここの盛り上がりは半端なかったですね。隣にいた女性の方がね、やばいよ連発してました。これを本物で見たらどれだけすごかったんだろうと思います。次はマザー、初期の重要曲です。ベトナム戦争について歌った歌です。ここでのシャウトラストですね。メロディーとシャウトが混ざったようなボーカルです。この歌いながらの叫びもまた凄まじいです。 He's never coming back のバックの叫び方が最高です。彼はもう戻ってこないっていう魂の叫びです。ここではもう地面をのた打ち回っているようなシャウトですね。本当に全身全霊で歌ってるのが伝わってきて感動します。次はスパゲッティヘア。非常に爽快で痛快な曲です。叫ぶにはうってつけの曲のようです。で実際叫んでます。まずは1回目、どんな叫びですね。もう一回言いますけど、どっから声出してんですかね。これも僕はヤンキーと同じく狂乱のシャウトですね。どうやらこの1回では叫び足りないらしく、後半もう一回叫びます。このシャウトのおかわりはボリューム満点で、ベンジーのシャウトファンとしては大満足の内容となっております。こんなのライブで聞いたらもう暴れるやつ多数ですよね。多分現場ではやばいことになってたんだろうなって想像できます。映像ででもいいから体験したいんで、この曲のライブ映像残せたらお願いですから発売してください。次は黒い星です。僕はこの曲をこう呼んでます。この曲も非常に人気が高いです。ブランキーの中では相当危険度の高い曲です。出だしからして何かが起こりそうな雰囲気が漂ってますね。さてどこでシャウトをしてるかと言いますと、ここです。今までのは感情の入った熱い叫びだったんですけど、ここでの叫びはなんかね、背筋がちょっとゾッとするような、ちょっと怖さを感じさせるシャウトです。なんかどっかの路地裏で事件が起きたみたいな、緊急事態発生みたいな、僕はそんなイメージを持ってます。で実際曲調も変わって急に激しくなります。もう最高にスリリング。あの叫びをきっかけにして何かが変わったんですね。歌詞を読んでもらえれば何が起こったのかっていうのは少しわかるかもしれません。次は感情。出だしはすごい静かなんで、シャウトする場所あるのかなって思うんですけど、あります。こっからですね、静かに弾いてるギターが徐々に大きくなっていって、最後にこのシャウトも今までとは違った性質を持ってますね。その後のシャウトも素晴らしいです。このシャウトはちょっとうまく説明できないんですけど、おそらく悲しさとかやるせないとか、そういう性質を持ったシャウトかと思います。叫びたくて叫んでるんじゃなくて、叫ばないとやっていけないから叫ぶみたいな、そんなイメージを持ってます。ちなみにベンジーは初期のインタビューで、歌う時に一番重要なのは感情だって言ってましたね。次は DIJ のピストル。もうこの曲は定番中の定番。シャウトする場所は皆さんお分かりかと思います。これですね。でも野獣のような叫びですね。叫びっていうかもう方向に近いですね。でこの黒い星、感情、DIJ のピストルの3曲なんですけど、全部無音状態になって叫んでるんですよね。通常シャウトっていうのは演奏を盛り上げるためにするんですけど、ここではベンジのシャウトのみになってます。どういうことかっていうと、シャウトそのものが単体で表現方法として成り立っているってことです。シャウトでいろんな感情を表現してるんですね。まさに芸術の叫びです。この曲はライブではテリーさんが叫びますね。そちらも聞いてみましょう。いや、ベンジに負けてませんね。つまりブランキーは3人とも全員生粋のロックンローラーってことですね。これはラストダンスからです。この動画のために、今回この照り捨ての叫びを確認したんですけど、もう非常に嬉しくなってしまいましたね。最後にこの叫びができたんだったらもう完全燃焼したんじゃないかと。ここのベンジの叫びもやばいっすね。
もう最後なんで出し尽くしてますね。もうとにかく最高です。次はトランペット。この曲はブランキーでは異色な曲で、最初は語りが入ってます。翼を切られたワシが飛べなくなってしまったっていう話ですね。最後にこの話はとても悲しい感じがするでしょうって言ってますね。で叫びはその後に現れます。まずはこの最初の軽いイエーでジャブを一発入れます。でその次のこれが本命の右ストレートのシャウト。約4秒間の絶叫で凄まじい破壊力です。ぶっ飛ばされます。これはまさしく止めなくなってしまったワシの悲しみのシャウトだと思います。このシャウトは本当にすごいです。悲しみをシャウトでここまで表現できるのかっていう、もう一回言いますけど、まさに芸術です。ラブフラッシュから3曲も入ってまして、この頃はシャウトは絶好調だったんでしょうね。次はパープルジェリー。この曲はブランキーの歌詞の中でも屈指の難解さを誇ってます。正直どういう内容の歌なのかほぼ理解できてません。パープルジェリーっていうのは何のことなのか全くわからないです。ただ小さな猿っていうところの下りからやはり悲しみの感情は入ってると思います。あとそれに加えてこの曲は少し怒りの感情もちょっと感じます。さてこの曲はどこでシャウトしてるかと言いますと、非常に長くて美しいギターソロの後ですね。このあーの絶叫がですね、もう大好きです。でこのシャウトはさっきも言ったようにちょっと怒りの感情とか苛立ちみたいな、そんなのも感じます。その直後の歌詞の内容とかからも考えて、でそんな事柄のラの部分の絶叫も最高ですね。で最後の方はもう歌いながらの絶叫になってます。紫色のジェリー、その中へ行きたいって叫んでるんですけど、これはちょっとどういう感情なのか分かりませんね。悲しみなのか怒りなのか、それともその両方なのか、ここでやったらひたすらベンジーのシャウトに身を任せるしかないと思います。ラストはこの曲です。お前が欲しい。この曲を僕が初めて聴いたのは実はラストダンスの CD の1曲目でした。なんかジャズっぽい演奏がずっと続いてるけど、これブランキーの曲なのかなって思ってました。でこの先どうなるんだろうと思って聴いてましたら、あのシャウトが待ってましたね。おそらくブランキーでは最長であろう約8秒間のシャウトです。最初何が起きたのかよく分かりませんでしたね。なんかね、雷に打たれたような感覚になりました。あのジャズっぽいしっとりとした雰囲気の出だしから、このシャウトは想像できた人一人もいなかったと思います。で I want you baby、 つまりお前が欲しいって叫んでるんですけど、これは一体どういうことなのか。その直後に神様あなたは純粋な心を持っていますかっていう衝撃的な歌詞が出てくるんですけど、このお前っていうのは神様のことなのか。俺は何も信じてない、神様は信じてないって言ってるんですけど、ずっと一緒にいてほしいだけって言ってますね。で最後に I love you って言ってます。これはなんか分かりそうで分からないっていうか、何が言いたいんでしょうか。何らかの感情が入ってることは間違いないと思うんですけど、よく分からないながらもとにかく衝撃的です。最初に聞いた時の衝撃度の高さからこの曲を最後に選びました。というわけで浅井健一狂気のシャウト10選選んでみました。皆さんも何かお気に入りのシャウトがありましたら、よかったら教えてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。サッカリンでした。